2024年、太平洋の青い水平線上で、歴史的なテストが実施されました。海上自衛隊の護衛艦、加賀は、アメリカ西海岸沖で F-35B、ライトニング2の運用試験に挑む部隊となります。このテストは、日本の航空母艦能力を大幅に向上させるもので、戦術機の垂直着陸と短距離離陸の機能がクローズアップされています。それでは詳しく見ていきますね。海上自衛隊の海上幕僚監部は、2024年9月10日付のお知らせにて、護衛艦加賀の特別改造に伴う F-35B 艦上運用試験についてと題したプレスリリースを行っており、同艦の航空母艦化の大きな節目となることが予期されていた。海上自衛隊側では、この取り組みを、今年度2024年度のインド太平洋方面派遣の一環として行うことを表明しており、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦である加賀は、第4水上部隊の艦艇としてこれに当たると説明されている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦である加賀が今回訪れる場所は、アメリカ本土は西海岸のカリフォルニア州のサンディエゴの沖合であるとされており、期間は2024年10月5日から翌11月18日までのおよそ6週間強となっている。今回、護衛艦加賀がアメリカ本土のカリフォルニア州はサンディエゴの沖合に派遣される人については、今後の同艦の艦載機となる F-35 ライトング 2B 型を運用するための認証を得るものだと解釈されている。護衛艦加賀は、まず、今回の派遣にあたって母港としている広島県の5基地を2024年9月17日に出港、およそ2週間強をかけた航海で、アメリカ本土の西海岸カリフォルニア州のサンディエゴの沖合に到着した。そして、その地で護衛艦加賀は、アメリカ海軍の航空システム司令部に所属する同軍内で、最大規模の飛行試験を行う、部隊 VX-23 の F-35 ライトング 2B 型の協力のもと、各種の同機の運用に必要なテストに臨んでいる。アメリカ海軍の VX-23 は、日本語では第23航空試験評価飛行隊と訳されているが、ここは1995年に設立された比較的新しい部隊で、アメリカ本土のメリーランド州に位置するパタクセントリバー海軍航空基地を本拠地としている。VX-23 第23航空試験評価飛行隊は、アメリカ海軍が運用を行う固定翼の戦術機と無人航空機等の研究、試験、評価を行うべく設立された部隊であり、艦艇で運用が行われる F-35 ライトニング 2B 型のテストを一手に担っている。したがって、護衛艦加賀に対しても、この VX-23 第23航空試験評価飛行隊に所属する F-35 ライトニング 2B 型が、そのテストに従事しており、同機を艦載機として運用するための各種のテストが実施されている形である。今回、護衛艦加賀は、まず、10月20日、VX-23 第23航空試験評価飛行隊に所属する F-35 ライトニング 2B 型の着艦に成功しており、海上自衛隊側からは、その際の画像も公開され、テストが問題なく進められていると確認された。この護衛艦加賀への F-35 ライトニング 2B 型の着艦は、3年前の2021年10月に出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦である出雲で実施されて以来、海上自衛隊の艦艇として2度目の成功となった。その時の護衛艦出雲は、四国沖にて山口県は岩国基地に駐留しているアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の着艦を行ったため、今回のような同機の運用認定を得るという目的とは少し毛色が違う形と言えた。アメリカ海軍によれば、護衛艦加賀への F-35 ライトニング 2B 型の着艦が成功した翌日の10月21日には、ついで、航空母艦化改修工事によって拡幅された飛行甲板から飛び立つ同機の様子が画像で報告されている。これによって、短距離離陸、垂直着陸が可能な固定翼機である F-35 ライトニング 2B 型の発着艦が、護衛艦加賀において、ひとまず無事に行われたことが確認されたわけで、海上自衛隊側から見ても、一安心といった心境だろう。
さらに、10月24日には、アメリカ海軍から、F-35 ライトニング 2B 型を護衛艦、加賀、が、艦内の収容スペースに収めて整備を行う画像が報告され、同機の運用に必要な一連の動きを網羅したと考えて良いと思われる。F-35 ライトニング 2B 型は、同機の最大の特徴である、短距離離陸、垂直着陸を可能とするために、操縦席の後方に、大型のリフトファンを搭載し、かつ、排気ノズルの方向を下に向けることによって、その動作を行う。そのため、F-35 ライトニング 2B 型は、離陸時、着陸時、共にリフトファンを作動させるための機構が組み込まれており、操縦席後方のダクトを上部に開いて吸気を行い、胴体下部のダクトを開いて排気を行うことで、その挙動を制御する。今回、アメリカ海軍側が公表した、護衛艦、加賀の内部に収容された F-35 ライトニング 2B 型の画像を見てみると、操縦席のキャノピーが開いているのと同時に、その後方の排気ダクトも上部に開いていることが確認できる。個人的には、アメリカ海軍が今回公表した、この護衛艦、加賀の内部に収容された F-35 ライトニング 2B 型の画像は、少し暗くて見にくく、同機の状況を細部まで観察するといった状態にまでは至っていない。また、本筋とはいささか関係が薄いかもしれないが、今回アメリカ海軍から公表された画像で目を引いたのは、当該の F-35 ライトニング 2B 型の収容スペースの背面に映り込んだ、白い壁面に描かれた文字とマークだった。そこに映り込んでいたのは、上段左側に、朝日旗のマークと、その右側に、加賀と漢字で表記された文字、その下段には、英語で、ジャパンフラッグシップの英語表記がなされているというものだった。旭日旗は、現在も、海上自衛隊の個々の自衛艦に交付されているもので、同旗は、航海中には、常に艦尾かもしくはメインマストに掲揚する運用が行われており、日本国に所属する軍艦であると明示するものとなっている。それが、護衛艦、加賀の艦内にペイントされていることや、ジャパン、フラッグシップの表記は、同艦が、2024年度のインド太平洋方面派遣第4水上部隊の中心艦艇であることからも、特段の疑問は生じない。しかし、護衛艦、加賀の艦名が、海上自衛隊の通常の表記であるひらがなではなく、漢字で、加賀と表記されている点は興味深く、他の海上自衛隊の艦艇においても、このような表記が施されているのか否かは気になる点だ。海上自衛隊における艦艇の名称については、1960年に制定された能動隊訓令第30号において、人名及び都市名は未使用とすること、艦名表記はひらがなとすること、同型艦は基本的に同系統の名称を用いることが明記されている。なぜ海上自衛隊の艦艇の名称が全てひらがな表記とされているのかの個別の説明はないものの、旧大日本帝国海軍との違いを明確にし、柔らかい感じを演出するためであろうことは想像に難くない。それゆえに、今回のアメリカ海軍から公表された、護衛艦、加賀の内部の画像において、艦内の壁面とはいえ、加賀という漢字表記が確認されたことは、非常に革新的な出来事のように、個人的には感じてしまった。さて、出雲、片護衛艦であるが、1番艦の出雲、今回の2番艦、加賀、ともに、いずれも、現時点では、1度目の航空母艦化改修工事を終えた状態であり、今後、両艦ともに、2度目の改修工事に入る予定となっている。1番艦である、護衛艦、出雲、は、今年度、2024年度の末よりに、2度目の改修工事に入るものとされており、これが完了した後に、今回の、加賀、のように、アメリア本土に出向いての F-35 ライトニング2型の運用認証を得ることが予想される。逆に、その運用認証を先に完了させるであろう2番艦の加賀は、2026年度の末からの2度目の改修工事が行われる予定とめされており、まだ、しばらくの間は、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用は先になる。この間にも、世界的には有人戦闘機だけでなく、それに随伴させる無人航空機の開発の動きも増加してきており、自衛隊が、
この流れにどのように対処していくのかも注視していく必要があるだろう。2024年9月、海上自衛隊の護衛艦加賀が F-35B ライトニング2の艦上運用試験をアメリカカリフォルニア州サンディエゴ沖で行う大規模なミッションに参加しました。この派遣は護衛艦の航空母艦化を評価し、その運用能力を確認するためのもので、特に F-35B の短距離離陸及び垂直着陸能力が試されました。試験はアメリカ海軍の VX-23 飛行試験隊の協力を得て実施され、約6週間にわたる試験期間中、多くの重要なデータが収集されました。加賀は、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦として、その機能と潜在能力を国際的に示す機会となりました。このテストを通じて、日本の自衛隊は F-35B を含む最新鋭機の運用に向けた重要なステップを踏み出し、将来の艦隊運用の基盤を固めたと評価されています。また、この運用試験は、日本の防衛戦略における新たな能力の展開を世界に示すものとして、日本の防衛技術の進展とその適用範囲を広げるものであり、国際的な防衛協力と技術的な連携の重要性を強調しています。